こんにちは。クリスチャンネルアドベントカレンダー6日目の更新になります。昨日は伊坂幸太郎さんのシーソーモンスターの紹介をさせていただきましたが、今日はですねちょっと違うものをご紹介したいと思います。こちらお分かりになりますでしょうか。はい、これ蓋に、ね、なっておりまして、柔らかい、シリコン製になっています。これをですねこう引っ張るとこういう感じで、はい、バケツ型になるんですね。電子レンジでポップコーンが作れる入れ物になっております。はい、ということで、こちらこういうですね、これもだいぶ使ってますけども、ポップコーンの元というかコーンですね、はい、これでね1キロ入ってまして、この1キロの袋だけでだいぶ、たくさんのポップコーンが作れますと。最初ですね鍋で油を入れてこう温めてポップコーン作ってたんですけども、鍋をこう振ってる時間がですねちょっとめんどくさいなと思ってしまいまして、まあ、どうにかなんか簡単に作れるものがないかなと思っていたら、ちょうど Amazon の SL でこれを見つけまして使ってみました。使ってる様子をですね、まあ、簡単に動画にまとめましたのでご覧ください。はい、ということでですね、この下の方にメモリがついてまして A と B とあるんですけども、 A の方がまあ少量のバージョンですね、 15g かな。で上の B のラインが 30g だったと思います。こちらですね今回下のラインの方までコーンを入れていきたいと思います。はい、まあ、大体目分量でねざっと入れてしまっても大丈夫です。はい、まあ、入れましたら蓋をしていきます。乗せるだけなんで簡単ですね。でこれをですね電子レンジに入れまして、今回は600ワットで3分で設定。で20倍速で今回は流しておりますが、まあ、待ってるとですね次第にこう膨れてきて、コーンの弾けるいい匂いがしてきます。そして開けるとですねもうあっという間に完成ということで、まあ、ほかほかの、これ熱いんで気をつけてください、持つときにね、蓋を開けますと、いい匂いがしてきますね。はい、美味しそう。で、これに塩をかけて食べても美味しいんですけど、今回はですね、ちょっと味を変えて、キャラメルポップコーンを作っていこうと思います。で砂糖と水とバターを今回は使ってますが、まあ、この辺のレシピは、インターネット上で検索するとたくさん出てくるので、やってみてください。で、ここ、溶かした、カラメルにこうコーン、ポップコーンを入れまして、まあ、混ぜていきます。今回このキッチンシート、クッキングシートですね、使ってますけども、これを使うとフライパンの掃除が楽ということで、はい、あっという間にできてしまいましたけど、カラメルの量が少なかったんでね、ちょっとこう、軽くついてる感じになってますけども、非常に美味しく、家族にも好評でした。まあ、簡単にですね、ポップコーンが作れると。たまにね、本当はいけないんでしょうけど、夜にちょっとこう、口が寂しいなとか、お酒のあてが欲しいなとか、映画今から見るんだけど、なんかこう、つまむものが欲しいなっていう時があるんじゃないでしょうか。まあ、家にこのポップコーンと、こういうセットさえあれば、まあ、簡単にですね、まあ、ちょっと数分待てば、普通のポップコーンが作れて、しかもこの、このシリコン製のやつだとですね、普通の鍋でやる場合と違って、ノンオイルというか、油を敷かずに作ることができるので、非常にヘルシーですし、ちょっとした時にですね、さっとおつまみが作れるというものになっております。はい。ということで、今回はですね、2020年に買ってよかったものシリーズ、一つとして、こちらの、ポップコーン作る入れ物を紹介させていただきました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。